どうも皆さんこんにちは、いずゆこです。それでは今回なんですけども、ソフトバンクから〇〇モバイルへ変更しました。固定費を抑えるために行った3つのことを紹介ということで、今回はですね、固定費の話題についてですね、まあ以前4月あたりに固定費についての動画をアップしまして、まあその続きにちょっと近いかなというところですね。まあ、固定費を抑えるためにですね、僕自身が個人的に取り組んだことを3つ紹介したいと思いますので、ぜひ少しでも参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速中に入っていこうと思うんですけども、先ほどちょっとタイトルの時にお伝えした、まあ、その4月の時にアップした動画なんですけども、それがこちらなんですが、3つの固定費見直しましたという動画ですね。まあ、その時の動画では、主にこちらの3つについてお伝えをしました。スマホ代検討、ブログのサーバー代、クレジットカードの年会費ということで、主にこの3つについて取り上げました。で、このスマホ代に関しては、ま、まだですね、その当時まだ買い替えるかどうかっていうのをですね、まだ検討してた状態だったので、それがですね、この動画で で今回はどうなったかっていうのをお伝えできればと思いますであとこのブログのサーバー代ですね以前僕がブログを運営してた時にまあその時ですねもう全然ブログ運営しなくなったのでそのサーバー代を解約しましたということで最後クレジットカード年会費ということなんですけども元々ですね僕アメックスのグリーンカードを持ってたんですけどももうそれも全然使わなくなったのでまあ年会費ちょっと高めだったのでその時の動画で解約したということをお伝えさせていただきましたそれでは早速ここから、まあ、本題に入っていこうと思うんですけども三つの固定費見直します 明日の動画から、まあ、関連する3つをで、すすねままた新た新に紹介していいこうと思いますで早速ですね、まあ、タイトルにもあったんですけども、一つ目、毎月のスマホ代ということなんですが、まあ、ついにですね、僕はあの、本当に、重い腰を上げてですね、やっと乗り換えることができました。 ま、その時の動画でですね、このビッグローモバイルをずっと検討してたんですよね。まあ、その検討してた理由としたら、そのエンタメフリーオプションって言って、YouTube がそのずっと通信費がかからずずっと見ることができたりっていうオプションがあったりとか、まあ、それが6ヶ月無料であったり、 プラス、ま、半年間、音声通話支分3ギガプラン月額料金が半年間0円というプランがあったりとか、ま、結構魅力的なキャンペーンをやってたので、ま、これでもいいかなというふうにずっと思ってたんですけども、今回ですね、ちょっとこのビッグロンモバイルにはしてないんですよね。で、僕が実際にどこに乗り換えたということなんですが、ま、もとですね、僕ずっとソフトバンクをずっと7年ほど利用しててですね、本当になんか、う特に不便なくは使ってたんですけども、その時の固定費の動画でもお伝えしたんですが、やっぱりこう料金ちょっと高いなという いうところもあったりとかあとはそのソフトバンクじゃないといけないっていう理由を探したらそんなに特にはなかったのでまあ、それを機にですねちょっと変えようかなということで変えましたで僕が今回変えたところはこちらですねじゃんということで Y モバイルに切り替えましたいやほんとね結構いろいろ迷ったんですよまあほんといろんなビッグローモバイルだったりとかあと UQ モバイルであったりとかまあ、ちょっと今話題の楽天モバイルであったりとかまあちょっといろいろ迷った結果ワイモバイルになったということですねまあちょっとそれに関しての理由は後ほどお伝えします まあ、ちなみにですね、今回僕が Y-MOL 乗り換えた時のこのプランなんですけども、それがこちらのスマホベーシックプランの M というやつですね。もともとこの3680円ということだったんですけども、新規割で6ヶ月間ご契約の翌月から6ヶ月間の間は2980円で使えるということで、まあこれ時点でも結構安いかなということでもよかったんですけども、それに加えてですね、おうち割光セットというのがあって、まあ僕自身ですね、自宅がソフトバンク光ということもあって、このおうち割光セットというのに入ることができるんですよね。で、それで 円で、それが適用終了後に関しては3,180円ということなんですけども、まあね、これがソフトバンクと比較しても全然安いなと思って、今回はのこのスマホベーシックプランの M にしました。 あとですね、ここもちょっといいなと思って、高速データ通信容量、月々 10GB が月々 13GB。そして国内通話無料。これ1回に10分以内であれば国内通話無料ということですね。で、最後一番下ですね、データ通信容量超過時の通信速度ということで、これ7月から確か変わってですね、それが最大で 1Mbps が出るということで、まあそれも含めて、まあ結構ね、どこの通信会社さんも今そうなりつつはあるんですけども、まあトータルで考えてもバイブバルでいいかなっていう感じで今回は乗り換えました。 で、ワイブワイル変更した理由ということなんですけども、まあ、今お伝えしたことにちょっとダブってくるんですが、まず一つ目は毎月の料金を抑えるためですね。まあ、本当にソフトバンクの時に、ま、8000円から9000円ぐらいずっと払ってて、まあ、それでもちょっと高いなということで、まあ、それで今回はワイブワイルに切り替えたと。まあ、あとは自宅がソフトバンク光なので、もうそれとま、相性がいいというのもあったので、まあ、プラン的に、それで今回はワイブワイルにしたと。 最後3つ目こちらはソフトバンクからの移行特典ですね。この移行特典に関しては、まあその僕がソフトバンクをずっと長く使ってたっていうことからそこからの移行特典ということで、今回はこちらのですね割引などを受けることができました。まあ今お伝えできる限りであれば、まず1番目のオンラインストア限定の5000円割引だったりとか、あと2番目の転出事務手数料プラス新規事務手数料、これで合計6600円が無料になったと。 まあ、ざっと理由としたらこんな感じになりますね。まあ、正直ですね、僕、これ、こういったことに関しての知識って本当になくて <laughs>、多分ですね、僕の視聴者さんとかの方がかなり詳しいとは思うので、本当はこうが良かった、あれが良かったとか、分もしかすると、いろんな意見はあると思うんですけども、まあ、僕的にはワイボバ5ルで良かったかなっていうふうに思います。まあ、他にもちょっとした理由はあったりするんですけども、まあ、それに関してはまた改めて、僕がワイボバ5ルを実際使ってみた、 ま、感想であったりとか、それはまた別の動画でも、またお伝えをしようかなというふうに思っております。まあ、ちなみにですね、まあ、あの僕ですね、<laughs> 動画にはしてないんですけども、あの、楽天ミニも契約してるので、もし、まあ、先ほどお伝えしたその 13GB を超えたとしても、楽天ミニでテザリングでちょっと補おうかなというふうにも考えてるので、またそれも含めてまた動画でお伝えしようかなと思っております。以上が僕がソフトバンクから YOR に切り替えたお話でした。それでは次ですね、じゃんということで、ま、もともとね、この動画は固定費についての動画だったんですけど、 2つ目は通勤手段ということで固定費を抑えるためにですね僕は通勤手段をちょっと切り替えまして。 まあ、もともとですね、会社に行く際は電車でずっと通勤をしてたんですけども、それをですね、僕自転車に切り替えたんですよね。まあ、その切り替えた理由というのは、まず簡単に3つほどまとめると、まず1つ目はもちろん、こちらの電車賃を抑えるためということですね。もうこれ結構、まあ、言うて、あの、本当に数千円じちゃ数千円ぐらいなんですけど、僕的には結構大きいかなという感じなんですよね。次2つ目は、運動不足の解消ということで、やっぱりね、僕普段から結構運動自体は好きなんですけど、定期的に運動する機会っていうのがないんですよね。 ですが、やっぱりこの電車通勤から自転車通勤に切り替えて、まあ、自動的に自動的にっていうか、半強制的にもう自転車に乗るっていうことにはなるので、まあ、これは結構、気分的にも、まあ、スッキリした状態で会社に向かうことができるので、結構これは大きいなというふうに思います。で、最後三つ目ですね、人混みが苦手ということで、やっぱりね、あの、朝の通勤ラッシュとかのあの、人混みが本当にすごい苦手で、まあ、自転車通勤自体は去年ぐらいからずっとやってるんですけども、本当にこう、雨の日はなくなく、電車で 行く時もあるんですが小雨程度であればやっぱり人混みを避けるために自転車で通勤をしております以上が僕が電車から自転車通勤に切り替えた理由 についてでした。最後、三つ目、毎日の食事ということで、まあ、これに関しては固定費というよりかは、ちょっと変動費に近いかな、ということになりますね。で、もともとですね、僕、外食すごい大好きで、まあ、割合で言うと、ほんと外食が8割ぐらいで、自炊が2割ぐらいだったんですよね。まあ、外食8割って言っても、言うてまあ、お惣菜を買ったりとか、まあ、そういったことも含めた上の外食っていう風に入れてはいるんですけども、本当にこう、全然ね、ご飯とか全然作らなかったんですけども、今現在に至っては外食が大体2割ぐらいで、自炊が8割ぐらいで、 8割ぐらいですやっぱりですね、自炊をすることによって、本当にこう、食事代金がめちゃくちゃ浮くようになりましたね。で、実際に僕がですね、この変動費の、まあ、食事の時の自炊で心がけてることということなんですが、まずですね、お腹いっぱいの時にお買い物ということなんですけども、これですね、空腹の時にお買い物行かれたことがある方であればわかると思うんですけども、無駄にこう、食材とかを買っちゃうんですよね。それでこう、賞味期限切らしたりとかすることがあったりとかするので、極力ね、本当に、あの、お腹が、 あまり空いてない時にお買い物することを強くお勧めします本当にですねあのお腹が空いてる時のお買い物は一番危ないですね 次二つ目は、食材をまとめ買い、かっこお肉小分けということなんですけども、僕基本的には毎日毎日ですね、ほとんどまあお買い物には行かず、だいたい一週間に一回か二回ぐらいっていう感じなんですよ。まあ、まあ一二回かなっていう感じなんですけども、まあ理由としたらやっぱり無駄遣いを減らすっていうのが大きいかなと思います。あとこのお肉小分けっていうことなんですが、僕だいたい鶏肉とか豚肉とかは、まあ何キロ単位とかでだいたい買うんですよね。それをまあ小分けにして冷凍庫に入れておくっていう感じにしてるので、そうすればですね、本当になんか無駄にお肉も、 使わず済んだりするので、ちょっと一と手間はかかるんですけども、これするだけでも全然違うんですよね。最後三つ目、出勤日は弁当持参ということなんですけども、僕あんまり自慢とかではないんですが、あの、会社にいると行くときは基本的には弁当絶対持ってくんですよね。で、朝起きて、ま、30分くらいで弁当を作って持っていくっていう感じで、結構、ま、適当には作ってるんですけども、もう本当にね、もう外にランチに行くのも全然 OK なんですけども、結構毎日のランチ代で結構高いんですよね。 まあ、ワンコインで食べれれば全然それ、それで安いんですけども、ワンコインから1000円までとか、まあ、そういった感じにあったりするので、それをまあ、月のトータルで考えたら、かなりの食費になるかなと思うので、極力こう、ご飯を炊いて、軽くなんか野菜とお肉炒めて持っていくとか、まあ、それだけでも全然、弁当大事では浮くので、これ結構おすすめかなと僕はずっと思っております。で、あまりその、固定費と話は変わるんですけども、これ僕のようインスタグラムで、まあ、過去のですね、写真をちょっと引っ張ってきたんですが、まあ、僕、あの、自炊もしたりとか、弁当もちょっとちょくちょく作ったりはしてるので、全然最近は、ね 更新頻度高くはないんですけどもこんな風にご飯は作ったりはしてますなので本当にこう自炊自体が今では楽しいですしこういった写真をアップすることの楽しみあるのでちょっと頑張ってインスタグラムもアップしようかなという風に思っておりますそれでは最後ですねこれまで削減した固定費のまとめということで前回お伝えした動画からまあ、そのまま関連してまあ、引っ張ってきてですね今回この5つにまとめさせていただきましたまあ、スマホ代、クレジットカード解約ブログのサーバー代、通勤は電車から自転車で食事はなるべく自炊を心がけるということで、まあ、ざっとで ですね、金額で表すとこんな感じですね。スマホ代であればソフトバンクから Y モバイルに変えたことによって、毎月だいたい3000円以上は浮いたことにはなるかなと思います。これを年で換算したら、 3万と6千円ぐらいになるので、まあもちろんですね、これに関しては、住んでる地域とかによって電波状況とか、普段どんな感じの生活のスタイルでスマートフォンを使ってるかによるので、一概にソフトバンクがいいとか、ワイフワイルがいいとかっていうのはないんですけども、僕的にはまあワイフワイルに変えて全然良かったかなというふうに思っております。で、2番目のクレジットカード解約に関しては、アメックスをその時、前回の動画でもお伝えしたように解約をしたので、まあ1万2千円がまあ浮いたことにはなると。そしてブログのサーバー代ですね、これ毎月だいたい1000円ぐらい払ってたんですけども、それが 2ヶ月分浮いたとで通勤費に関しては自転車に、まあ、切り替えたことによって毎月たい数千円ぐらいですねかかってた。 通勤費が、まあ、それが、まあ、自転車に切り替えたことによって、まあ、その数千が浮いたという感じですね。まあ、ちょっとざっくりとした計算にはなるんですけども、まあ、これはこれだけでも、僕的にはかなり大きな進歩かなというふうに思いました。まあ、そんなこんなで今回は、固定費を抑えるために行った3つのことを紹介ということについてお伝えをさせていただきました。まあ、先ほどもお伝えしたように、スマートフォンとかに関しては、基本的に、やっぱりその、ご自身がどんな風な生活を送ってるかによって、まあ、大手キャリーを使うであったりとか、安 s シムを使うとか、まあ、これ絶対分か されてくるとは思うんですよね。 けど、ま、一度見直したときに、本当にそれが必要なんかなって考えたときに、冷静に考えたときに、あ、意外と使ってないなっていうことがあれば、ま、それもいい切り替えるタイミングなのかなというふうに思います。まあ、他にもちょっとクレジットカード僕いくつか持ってるんですけども、今後もその解約するか、なんとかとかあればですね、まずは随時ど、ちょっと動画にしようかなというふうに思っております。ちなみに先ほどお伝えしたインスタグラムなどに関するリンクに関しては、下の概要欄の方にリンク貼っておりますので、ま、ちょっとでも、ゆずひこの自炊ご飯が気になるなって方がいらっしゃれば、フォローしていただければ嬉しいです。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、昨日の夜ぐらいにですね、まあ、すごいあの、ツイッター上で話題になってなんですけども、D 払いがすごい話題になってなんですよね。まあ、その理由としたらですね、なんとあの、ドコモの社長がですね、スマホ決済で顧客獲得をされたいということで、年度内なんと数百億円のキャンペーンをしますという風に、ネットの記事で出ておりました。まあ、本当にね、これが行われれば、まあ、最近はね、ちょっとあの、キャッシュレス消費者還元終わってマイナポイントが話題になりつつある中で、この何百億円キャンペーンというのがあれば、またさらにね、こういったキャッシュレス決済 も含めてまた盛り上がるんじゃないかなと思いますまたこういった最新な情報があればまた動画にしようかなと思いますので楽しみに待っていただければと思いますありがとうございました